どうもこんにちは、ブログの顔の宇田です。今日はですね、効果的なブログタイトル説明文というテーマでちょっとお話していきます。結構ですね、私のお客様にも多いんですけど、ブログタイトルと説明文に適当なものをつけている方が多くてちょっとびっくりするんですけど、というのは一つ例を挙げますと、滋賀県大津市にあるお花屋さん、フラワーショップ大津さんっていうお花屋さんがあるとします。で、このお花屋さんのブログ、まあ基本的にはタイトルと説明文っていうのはブログの一番上にヘッダー部分に太文字でタイトル、小さい文字で説明文っていう形式が多いんですけど、このタイトルにですね、フラワーショップ大津としか書いてないんです。このブログを書いている方はブログのタイトルをフラワーショップ大津というふうにしました。で、説明文に、フラワーショップ大津の何々です、お花のことでお困りでしたらお気軽にご連絡くださいとか、そういう文章を書いてます。でですね、このブログがどういうキーワードに引っかかるかっていうことを考えると、ブログタイトルというのは一番引っかかりやすい部分なんですよ。そのユーザーが Google などで何か検索した時に、ここにあるキーワードっていうのが一番引っかかるんです。だからこのブログっていうのは、この検索ユーザーがフラワーショップ大津って検索した時に、おそらくですけど Google の第1位第2位あたりに表示されると思います。なぜかというと、フラワーショップ大津というキーワードを使ってタイトルにしている方っていうのはフラワーショップ大津さんしかいないからです。他にも滋賀県大津市以外に全国にフラワーショップ大津っていう方がいたらそれは別ですけど、とにかくですね、フラワーショップ大津というキーワードがここにある限り、このキーワードっていうのが一番引っかかりやすくなるんですよ。でもですね、よく考えてください。フラワーショップ大津って検索する人っていうのは、すでにこのフラワーショップ大津さんの存在を知っているってことですよね。じゃないとこの言葉出てこないですよ。フラワーショップ大津に用があるからフラワーショップ大津って検索するんです。ということは、フラワーショップ大津さん、新規顧客の獲得にはなってないんですよ。もうもともと知っている既存のお客さんとか知り合い、お友達、そういう人しか見られないブログになってしまうってことです。じゃあどうすればいいのかっていうと、タイトルにですね、検索されたいキーワードをすべて入れるんですよ。滋賀県大津市のお花屋さん、フラワーショップ大津っていうタイトルをつけます。そうすることによって、滋賀県大津市で花屋さんを探している人みんなに表示されるようになります。滋賀大津花屋と検索した人にとって、このフラワーショップ大津さんを知らない人にも表示されるようになります。で、説明文の方にも、滋賀県大津市のお花屋さん、フラワーショップ大津の何々です、滋賀県大津市でお花のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご連絡くださいっていう風にすることによって、滋賀大津花屋、滋賀大津花屋というキーワードが合計3つずつ出てくるんですよね。ということは、この滋賀県大津市花屋って検索する人にどんどん検索されやすい、表示されやすくなるということです。でもかといって、とにかく滋賀県大津市花屋というキーワードをめちゃくちゃに羅列すればいいというわけではないです。ちゃんと文章になっていなきゃいけないんですけど、このあたりは本当に重要になってきますので覚えておいてほしいんですけど、でも仮にですよ、この滋賀県大津市花屋のフラワーショップ大津さんですけど、この方は店舗は滋賀県大津市にあります。でもどちらかというとネットでの販売に力を入れたい、このブログはネットで販売するためのブログなんだっていうことがあったとします。その場合は滋賀県大津市のお花屋さんフラワーショップ大津って書くべきではないんです。なぜかというと、滋賀大津花屋って検索する人は滋賀県の大津市で花屋を検索している人だけだからです。全国そのネット販売の対象にはならないですよね。ということはどうすればいいかというと、例えばお誕生日のフラワーギフト、フラワーギフトなら
ならフラワーショップ大津というタイトルをつけます。まあここでお誕生日のフラワーギフトなら滋賀県大津市のお花屋さんフラワーショップ大津でっていうふうにしてもいいんですけど、これは目的が全国のそのネット販売っていうことになると、特に滋賀県大津市っていうキーワードは不要になりますので、なので簡潔の方がいいですよ。誕生日のフラワーギフトならフラワーショップ大津へというタイトルをつけます。そうすることによって滋賀県大津市関係なく全国、北海道から沖縄までどこからでも誕生日のフラワーギフトを探している人が誕生日フラワーギフトって検索した時にこのブログが出やすくなるということです。なのであなたのブログがどういうキーワードで検索した時に一番表示されたいかということを、ぜひまず最初に考えて、そのキーワードに沿ってしっかりブログタイトルと説明文っていうものをつけてください。どうもありがとうございます。